代わってそのシャポシニコワと同じロシア共和国のナタリア・ユルチェンコです。14歳です。この選手はあの横向きで宙返りをして前方宙返り、あっと落ちてしまいました。落ちますと太い平均台で後方支持回転するんですね。後転飛びから後方宙返り、後方宙返り、この後ですね、はい、ここです。込みの2回宙返りでした。惜しかったですね、最初の落下が。惜しかったですね。ですけど細かい部分の動きはまだそれほど慣れてませんね。すごくいいですけれども。そうですね、まあ、大変に線が綺麗な選手なのでこれから伸びる選手でしょう。 ここはもちろん最高級難度です。台の裏側を使ったというのは彼女初めてじゃないでしょうかね。ああ、なるほど。